やばい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 。どうも、リンキです。いや、連日、ショーツに、面白い雑学っていう動画を上げてたんですけど、TikToker の高橋とわさんっていう方の動画、丸パクリしてまして、想像以上にバズっちゃって、TikTok で DM 送ったんですよね。勝手にこんなやっちゃってもいいですかみたいな。じゃあ、フォローし合ってなかったら TikTok って DM 送れんらしくて、それ気づいて、あ、やばーと思って、インスタの方に飛んだよ。高橋とわさんの。で、インスタの方飛んで、あ、ストーリー上がっとるなと思って、ストーリー見たら、こちら。ほんまに、すいません。すいませんでした。いや、ほんまにすいませんでした。はい。今すぐ消します。今すぐ消します。はい。どうもすいませんでした。いや、その TikTok 内だったらなんかあれじゃないですか、別に他の人の音源使ってもいいみたいな風潮あるじゃないですか。多分ありますよね。多分あると思うんですよ。でもそれをちょっとショーツに持ち込んじゃったというか、 TikTok だけやっとってショーツはやってない人いるじゃないですか。その人 TikTok ではめっちゃバズっとんのにショーツにはないってことは、ショーツに出したら多分めっちゃバズるじゃないですか。ってことで、そのバズっとる音源を使ったらショーツでバズるんじゃないかっていう考えで上げちゃいました。そしたら予想の100倍バズっちゃいました。すいません、ほんまにすいません。本当にごめんなさい、高橋とわさん、すいませんでした。すいません。うわ、はい、その後ですね、 DM で返信が来まして、TikTok の方の動画はもう消さなくていいよって言ってくれました。優しい。で、その後高橋とわさんの動画でこんな動画が出ていました。俺の動画をパクってるやつが切れてますが、で、俺の動画の音源そのまま使ってる、それを勝手に YouTube にも上げてるんだもん。僕です、ほんまにすいません。で、その動画のおかげって言ったら何なんですけど、 TikTok のフォロワーが、500人一気に増えました。複雑。あと高橋とわさん YouTube 始めるということでね、概要欄に載せとくんで、これ見よる人絶対登録お願いします。バイバイ。ほんまにすいません。